ルナー A3 型蒸気機関車4472号機フライングスコッツマンはロンドンノースイースタン鉄道の A1 系 A3 型の一両として1923年に製造された急行旅客用パシフィック型蒸気機関車である。設計者はナイジェル・グレズリー。主にルナーと後継のイギリス国鉄による東海岸本線の長距離急行列車に使用され、 特に、ロンドンとエディンバラを結ぶ列車、フライング・スコッツマンとそれにちなむ、車両愛称で知られる。1922年、グレート・ノーザン鉄道の技師長、ナイジェル・グレズリーは、急行旅客列車用に、軸配置4から6から2の3機蒸気機関車、a 1系を設計した。グレズリーは GNR やネアの統合により誕生した。 ロンドンノースイースタン鉄道においても議士長に就任し A1K の製造も継続された。A3 型4472号機は1923年に A1K1472 号機としてドンカスター工場で製造された。1924年2月にルナーロ4472号機に改版され、合わせてフライングスコッツマンの愛称が付与された。 1928年には、ロンドンとエディンバラを結ぶノンストップのフライングスコッツマンの牽引機5両のうちの1両となり、1928年5月1日のノンストップ1番列車を4472号機が牽引した。水の補給にウォータースクープを用いて途中停車を不要にしたことで、 ロンドンエディンバラ間 631km を無停車で所要時間を8時間の運行が達成された。4472号機の貫通路付き淡水車長時間無停車運転による乗務員交代の対策として、淡水車は貫通路が設置されており、列車を停車させることなく帰還し、帰還女子の交代を行うことが可能となった。 1928年4月から1936年10月まで、この貫通型淡水車を使用後、A4 型に譲り、4472号機は引退まで通常の淡水車を連結した。1934年11月30日、4472号機は当時の蒸気機関車で世界最速となる時速100マイルの公式記録を達成した。 非公式も含めれば、グレートウェスタン鉄道のシティオブトゥルーロが先行していたが、公式記録では、フライングスコッツマンが世界初となる。1928年に A1 系の改良版となる A3 型が登場した。グレズリーが A1 型を基本に、ボイラー圧力の変更等を加えて設計したもので、既存の A1 型も大部分が改造で、A3 型に編入された。 4472号機もドンカスター工場で改造工事を受け、1947年1月4日に A3 型として再登場した。全長21.6メートル、高さ4メートル、重量159トン、3つのシリンダーを備え、最高速度は時速173キロ。1948年にはイギリス国鉄に継承され、 基盤も6103号機となった。1963年1月4日の運用をもって引退した。廃車後は解体される予定であったが、A3 型で唯一解体を免れた保存機となった。1963年に引退した4472号機は、アメリカ人実業家アラン・ペグラーに売却され、イギリス国内でのツアー運転に使用された。 イギリス国内での蒸気機関車による定期運転が消滅し、線路内の給水路もなくなったため、長距離運転時の水を確保するため、二両目の淡水車が追加された。1969年には大西洋を渡り、テキサス州などで遊覧列車として走ることとなった。この時アメリカの鉄道放棄に従い前消灯、ベル、カウキャッチャーが付けられたので、 オリジナルの外観は失われてしまった。1972年、ペグラーが破産手続きを申請したことで、A3 型はアメリカ政府当局により没収、スクラップとなるところだった。その没収手続きが始まろうとした寸前、イギリスの経済人、ウィリアム・マッカルパインが買い取り、無事に A3 型はイギリスに戻ることとなった。 ダービー工場で修理し外観もオリジナルに戻された。合憲国200周年記念祭で披露されるなどしたが、再び資金難に陥り、1996年、英国人、トニー・マーチントンが150万ポンドで買い取り、100万ポンドかけて修理し1999年に完成した。しかし同人が破産したため2004年国が募金で買い取り、ヨークにある、 国立鉄道博物館の所有物となり、2005年にも臨時列車として走っている。2013年より、ライリーサンリミテッド社による動体復元が開始され、2016年1月に運行を再開した。イギリス国鉄の6103号機の姿に復元され、2016年2月25日には、キングスクロス駅からヨークまでの本線走行が行われた。 イギリスの鉄道会社の変遷とともに A3 型の番号も変化した。2016年の動体復元後は、イギリス国鉄当時の6103号が付されている。ウィルバート・オードリー著記者の絵本の23巻、機関車の冒険に登場。同作品に登場する他の機関車と同じクボイラーの先端に顔がある。また、同作品に登場するゴードンは、 フライング・スコッツマンの兄弟という設定である。なお、この作品を原作とするテレビ人形劇、機関車トーマスでは、よそから来た機関車として、淡水車のみが登場し、原作における、フライング・スコッツマンとは、完全に別の機関車とされている。その後、2016年公開の長編、機関車トーマス走れ、世界の仲間たちで正式に登場した。 煙板を装備した仕様となっているが、実車と異なり、淡水車の車輪数が8つから6つになっている。CG アニメでは、原作での兄弟設定が引き継がれている。1928年に制作された映画、フライングスコッツマンでは、本機4472号機が登場する。列車運転シミュレーションゲーム、マイクロソフトトレインシミュレーターでは、 1920年代当時の4472号機、フライングスコッツマンを運転できる。2018年10月2日に発売された、フォルサホライゾン4のショーケースイベント、ザ・フライングスコッツマンショーケースにて、アリエルノマドの競争相手として、A3 型4472号機が登場する。ありがとうございます。